こんにちは。本日はですね、11月11日、ちょっと先なんですけど、11月に WBO アジアパシフィックスーパーバンタム競技という戦で、井上拓真選手と、和気慎吾選手が激突というところで、和気慎吾選手の、YouTube チャンネルで、まあ、次戦が決定したというお話がありまして、まあ、その時はね、相手の、対戦相手も非公表だったんですけど、まあ、話によりますと、相手のジムの大物会長からね、お話があってというところで、まあ、大物会長と言いますと、まあ、あの会長だよねと言ったところで、まあ、特定ができたと。でそこで、まあ、ボクシングファンの、ね、声の中で、もしかして井上拓真選手なんじゃないかといった、ね、声があったんですけど、まあ、ここで、ね、案の定井上拓真選手だったというところで、まあ、激アツの、ね、カードが、11月11日に、決定したというところです。はい。でまずですね、両者のプロフィールとして、短くまとめてみました。はい。井上拓真選手といいますと、元 WBC 世界バンタム級の暫定チャンピオンで、戦績が、15戦14勝3KO1敗と、で身長が、164cm の、リーチが 163cm で、前回は、今年1月に、東洋王者の栗原選手と対戦して、9ラウンド負傷判定勝利を収めて同王座を獲得したと。で3月に同王座を返上して、転級後一発目に、スーパーバンタム級国内の実力者の和気慎吾選手を、迎えると。で現在、バンタム級になれますけど、WBC で、6位、 IBF で8位、 WBO で5位にランクインしていると。で対する和気慎吾選手は、戦績の方が、35戦27勝、19KO6敗、2分けと。で身長が 175cm の、リーチが 176cm で、2019年の11月にあのラモラル選手と対戦して9ラウンド、TKO 負けを喫して、黒星と。で、昨年の8月に、川島選手と対戦して、そこで6ラウンド KO 勝利を収めて、白星での再起というところで、現在、日本1位、東洋2位と。で、断らないで有名なあの方にも断られたというところで、まあ、今回、このね、試合が実現したというところです。はい。まあ、あの断らないでね、有名なあの方っていうのが、まあ、自分のファンである、赤尾さんですよね。はい。で、まあ、メリットで言いますとね、赤尾さんが和気慎吾選手、まあ、いい選手なんですけど、まあ、メリットだけで考えると、うん、まあ、ないのかなというふうに思いますよね。はい。まあもう赤尾さんって言いますとね、もう本当にあと世界だけっていうところに今いるので、まあそのね、本当にカードと今、うん、それを選ぶのっていうのが、まあ、かなりね、難しいのではないかなというふうに、まあ一ファンは思いますね。はい。まあこれはその、またね、石井会長の目線とその赤尾さんの目線とで、ね、また変わると思うんですけど、うん、まあ自分も当初はいやなんで、国内でねこんなにスーパーバンタム級が熱いのに、ね、試合ポン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 決まんないんだろう、コロナ禍でむしろね、国内で組みやすいんじゃないのかなって思ったんですけど、やっぱねちょっと、いろいろね、事情があるそうなんで、ここはちょっとね、あんま下手なことはね、まあ、言えないなというふうに思いまして、まあ、ちょっとね、ここは、まあ、メリットだけで考えると、うん、赤尾さんから見たらね、そうないのかなっていう気はしてますね。うん、で、まあ、これでね、井上拓真選手と和気慎吾選手が決まったわけなんですけど、うん、まあ、井上拓真選手がスーパーバンタム級に転級っていうのは、まあ、正直、ちょっと意外でしたね。うん、まあ、次戦に備えてのその東洋王座の返上っていうのは聞いてたんですけど、うん、やっぱりこうね、バンタム級でターゲットを絞るのかなっていうふうに見てたんですけど、うん、ちょっとスーパーバンタム級の転級っていうのは、うん、ちょっと想像をしてなかったです。うん、まあ、勝敗予想はね、もうちょっとね、時間をかけてねやっていこうとは思うんですけど、まあ、簡単な試合にはならないとは思いますね。うん、まあ、やっぱり、井上拓真選手と言いますとね、井上尚弥選手の弟というところで、まあ、やっぱり、兄貴がちょっと、もう怪物すぎちゃって、で、井上拓真選手がね、ちょっとこう、
言葉がね、よろしくないんですけど、ちょっとね、こう兄との比較で見ちゃうとっていうところなんですけど、まあこの選手もね、タクマ選手も相当強いので、うん、でもそれがバンタムでの強いっていうのと、まあ、スーパーバンタムに上げた時にどうなるのかっていうところはね、また、話が変わってくると思うんでね、うん、なので、まあ、スーパーバンタムでね、実力のある、国内で実力のある、まあ、脇慎吾選手と対戦っていうのはね、かなりこの実力の指標といいますか、うん、そこで、いい機会になるのではないかなというふうに思いますね、個人的には。はい、まあ対する脇慎吾選手はですね、もうこれは絶対落とせない試合ですよ、うん、でまあここで、勝って、WBA の WBO の、アジアパシフィックを何としてもね、ダッシュしたいところではあります、うん、っていうところですね、本日は、井上拓真選手と脇慎吾選手の間で争われる WBO アジアパシフィック王座決定戦が11月11日に行われるといったところのお話でした。はい、皆さんもね、ぜひコメントがあればよろしくお願いします。以上です。